どうもです。皆さんこんにちは、こんばんは。今回はモンスターハンターワールドの新しく追加された歴戦王バルハザクから作成できるウルズガンマシリーズとその他の装備を組み合わせて作ったセット装備の紹介です。今回紹介する装備は一つなので動画の方もサクッと終わってしまいます、そのため、よかったら最後の方までよろしくお願いします。で、今回紹介する装備のスキルについてなんですけれども、前回紹介したウルズガンマシリーズを全身装備の場合でのスキルの構成だと、通撃時を3つ使ったり耳栓の装飾品もふんだんに使っていて、やや作成難易度が高めだったので、今回は弱点特攻や耳栓スキルなどが防具や護石のみで発動させられる装備となっています。参考にしてみてください。それでは紹介の方に移りますのでよろしくお願いします。それでは装備の紹介をやっていきます。まずは全身スキルの紹介です。今現在は装飾品をつけていないので防具と護石のみで発動しているスキルとなっています。その状態でのスキルはまずシリーズスキルとして超回復力が発動しています。ウルズガンマシリーズのシリーズスキルです。体力の自動回復がゲージの最大値まで継続するとなっています。そして通常のスキルでは耳栓のレベル5、回復速度レベル3、弱点特攻レベル2、フルチャージのレベル2、体力回復量アップレベル1、流属性攻撃強化レベル1となっています。各部位ごとの防具の紹介です。まず頭がバゼルヘルムベータ、スキルが耳栓のレベル2、胴がウルズメイルガンマ、スキルがフルチャージと体力回復量アップのレベル1、腕がカイザーアームアルファ、スキルが弱点特攻のレベル2、腰がウルズコイルガンマ、スキルが回復速度レベル2と流属性攻撃強化レベル1となっています。そして足がウルズグリーブガンマ、スキルはフルチャージのレベル1と回復速度レベル1となっています。そして今回装備している護石は耳栓の護石の最大強化を装備しています。武器のところではネルキガンテの双剣の残滅の爪を装備しています。続いては装飾品のスロットの紹介です。今回はウルズのガンマシリーズを使っているので装飾品のスロットは豊富な感じになっています。まず頭のところがレベル3のスロットが1つとレベル1のスロットが1つ、胴がレベル3のスロット1つ、腕がレベル1スロット1つ、腰がレベル2スロットとレベル1スロットが2つとなっています。そして足がレベル3スロット1つとレベル1スロット1つとなっています。武器のところでは残滅の爪を装備しているんですが、こちらの装備ではこちらの武器ではスロットはレベル1スロット1つがついています。先ほどの装備に装飾品をつけてきました。今回は胴のところから紹介させてもらいます。まず胴と腕のところに体力回復量アップの装飾品を2つ装備しています。防具のみでは体力回復量アップがレベル1までの発動となっているので、これで体力回復量アップがレベル3に上がっています。そして腰のところのレベル2のスロットのところにフルチャージの装飾品をつけています。こちらのフルチャージの装飾品はレアな装飾に入ってしまうので、もしない場合は他の装飾品に変えてみてください。防具のみではフルチャージのスキルはレベル2までの発動となっています。そして腰のレベル1スロット2つと足のところのレベル1スロット1つに体力増強のスキルを発動させています。これで体力増強がレベル3に上がっています。そして足のところのもう一つのレベル3スロットに弱点特攻の装飾品をつけています。これで弱点特攻がレベル3に上がっています。そして上の方に上がっていって頭と武器のところに3つスロットが余っているので、ここには今回は正気耐性の装備装飾品をつけていますが、バルハザクに行かない場合は他の装飾品に変えてみてください。1つはレベル3スロットなので他のレアな装飾品もつけられるので他のものに変えてみてください。今回の装備では耳栓と回復速度がそれぞれレベル最大が防具のみで発動する装備となっています。回復速度レベル3についてなんですが、今回の装備ではウルズシリーズのシリーズスキル超回復力が発動しているので、そちらのスキルに合わせて回復速度レベル3を優先させて発動させる装備となっています。ただ今回の装備では匠スキルなどの切れ味を補うスキルが発動していないので、ネルギガンテの武器やナラテスカトリから作成できる武器と組み合わせて使うのもおすすめです。もし気に入っていただけたら参考にしてみてください。それでは最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。